皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。英語が10点から20点の高校受験生を8ヶ月で50点以上取れるようにする動画の9回目。今回は、3単元の S のついている文章を否定文、疑問文にする方法、これをお話しします。まず否定文を作ってみましょう。以前の主語が We の時のことを思い出してください。括弧1は We live in 静岡。 We live in 静岡。私たちは静岡に住んでいますという意味ですね。これを否定文にするときには動詞の live の前に don't を入れました。ですから We don't live in 静岡。We don't live in 静岡。こうなります。これに対して、括弧2番。He lives in 静岡。He lives in 静岡。彼は静岡に住んでいます。主語は he なので、live の後ろに三単元の s がついています。こういう時には、don't ではなくて、動詞の前に doesn't を入れて、he doesn't live in 静岡。こうなります、ね、動詞の前に doesn't を入れて、最初の文章では lives と3単元の s がついていたんですけれど、この s が取れちゃうんですよね。これこのまま覚えちゃえばいいんですけれど、なぜって思う人時々いるんで、これ説明しておきますね。 don't というのは do not、これを短くしたものでした。これに対して doesn't というのは does not、 これを短くしたものです。この do と does のところ比べてみてください。そして三単元の s の付き方のところ、ちょっと思い出してくださいね。どこが違うか。前の部分DO で始まっていますよね。こちらも DO で始まっています。つまり前の部分は DO なんですけれど、 DOES のところを見ると DO の後ろに ES がついていると、こう考えてください。なぜ ES がつくかというと、三単元の S のつき方で動詞の終わりのところが O で終わっているときには ES がつくって、そういう付き方したでしょ。ですから do に s がついて、つまり es の形でついて does になったということです。つまり三単元の s、 この部分が do の後ろにくっついて does になって、 does not で doesn't、 こうなった。ですからここの s ってこちらに行っちゃったので s 消えちゃうんですよ、ここの s が。ですから He doesn't live、 S が消えていますよね。だから doesn't ってきたら動詞は原形に戻る、 live に戻っていると。つまり三単元の S のついた文を否定文にするときには動詞の前に doesn't、 これを入れて動詞は原形、これに戻るとね。動詞の前に doesn't を入れて動詞は原形に戻る、こうなります。では実際に練習をやってみましょう。次の文を否定文にしましょう。カッコ1、 She likes dogs. She likes dogs.、彼女は犬が好きですと、動詞には三単元の S がついていますよね。これ主語は C だからですよね。これを否定文にするときには She like という動詞の前に doesn't を入れて doesn't like、 likes の S が消えて like になりますね。 She doesn't like dogs. She doesn't like dogs、こうなります。括弧2番、They speak English. They speak English. 彼らは英語を話しますという文章。これ
三単元の S がついていない文章ですね。 They というのは彼らというふうに、複数形を表す主語なので三単元の S がついていません。こういう時には Don't を使って They don't speak English. They don't speak English. こうなります。カッコ3番 Ken uses the computer. Ken uses the computer. Ken はそのコンピューターを使います。主語は Ken なので3単元の S がついていますよね。ですから主語の Ken の後ろの動詞の前に doesn't と入れて Ken doesn't use 3単元の S がここで取れています。Ken doesn't use the computer. こうなるんですね。ここで覚えておきたいのは、ね、doesn't を使うのか、don't を使うのか、ね、見分けることができるようになってほしいと。ね、3単元の S がついていたら doesn't。そうじゃない場合、ね、don't を使うと。この使い分けができるようにしておきましょう。では次は疑問文に移ります。疑問文を作っていくんですけれど、まず以前の問題復習しておきます。括弧1 You walk to school. You walk to school. あなたは歩いて学校に行きます。この文章を疑問文にした時には主語の You の前に Do これを置いて Do you walk to schooldo you walk to school? そして最後にクエスチョンマークつけて、で疑問文が完成ですよね。で、あなたは歩いて学校に行きますかって聞かれてるんですから、答える人これ自分ですから I を使って、もし歩いていくんだったら Yes, I do. Yes, I do. 歩いて行かない場合は No, I don't.こうなりましたね。基本的な考え方は同じです。括弧2番、Keiko has a cat. Keiko has a cat. Keiko は猫を飼っていますと。ね。あがついてるんで、1匹飼ってるんですね。これを疑問文にしたかったら、これは3人称単数の形なので、do じゃなくて、does を主語の Keiko の前に置いて、does Keiko?そして動詞は原形に戻って Have Does Keiko have a cat? 最後にクエスチョンマークで、Keiko は猫を飼っていますかという疑問文ができました。で答えるとき、もし飼っているんだったら Yes、 そして Keiko って女の子の名前なので She を使って Yes, she does。もし飼っていなかったら No, she doesn't。 こう答えればいいんですね。つまり三人称単数の動詞が入っている文、これを疑問文にするときには主語の前に does を置いて動詞を原形に戻す、そして最後にクエスチョンマークをつけるということですね。 does をもちろん一番前に来た時はね、大文字にしてくださいね、D を。だぞ、主語の前に置き、動詞は原形になって、最後にクエスチョンマークをつけると。このようになります。では実際に問題をやってみます。次の文を疑問文にし、答えも完成しましょうと。こういう問題です。括弧1番。Mr. Kato teaches us math. Mr. Kato teaches us math. 加藤先生は私たちに数学を教えますと。こういう文章ですね。もちろん3単元の S がついていますね。ES の形でついています。ですから、主語の前に出すのは does です。does
Mr. 加藤で、teaches の es が取れて原形に戻ります。teach us math。 最後にクエスチョンマークですね。Does Mr. Kato teach us math?、ね、主語の前に does をつけて teaches の三単元の s が取った原形 teach になって、そして最後にクエスチョンマーク、これで疑問文の完成です。答え、もしイエスで答えるんだったら Mr. 加藤たるので、加藤先生、男の先生ですから He を使って Yes, he does。 もし違ったら No, he doesn't、ね、Yes, he does、 または No, he doesn't、こういう答えになります。カッコ2番です。Kaori comes to school by bus. Kaori comes to school by bus. Kaori はバスで学校に来ますという文章です。Come というのは来るという意味ですね。By bus というのはバスを使ってという意味になります。ここの部分ですね。Kaori はバスを使って学校に来ます。Kaori はバスで学校に来ます。これ3単元の S がついているので主語の香りの前に Does を置きます。 Does 香り、あ、大文字ですね、 Come、 3単元の S が取れます、原形です。 To school by busで、最後にクエスチョンマーク。Does Kaori come to school by bus? 主語の Kaori の前に Does を入れておいて、そして Comes の3段目ですが取れて Kaori come to school by bus、 こうなります。最後はクエスチョンマークつけるのを忘れないでくださいね。もし答えが Yes だったら Kaori って女の子の名前ですよね。ですから C を使ってYes, she does。 もし違ったら No, she doesn't。 このように答えます。ポイントは疑問文にするときには主語の前に does を置いて動詞の三単元の s が消える、そしてつまり原形になるですね。そして最後にクエスチョンマークをつける、これで疑問文が完成ということです。今回は三単元の S の否定文、疑問文の作り方についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。